UG エンジンとは、トヨタ自動車の V 型8気筒ガソリンエンジンの系列である。バンク角は90度。シリンダーブロックの製造に、トヨタ独自の吸引鋳造法が初めて使われた。初代レクサス LS のエンジンである。後継エンジンは UR エンジンである。1 9 1ット、5400rpm 353nm 4600rpm。35 1989から 1994162kW 4800rpm 333nm 4000rpm 1992から 1997195kW 5400rpm 363nm 4600rpm 1994から 1997206kW 6000rpm 402nm 4000rpm 1997から2004 221kW 420nm 搭載車種に UGFE173kW 4800rpm 422nm 3600rpm 212kW 5400rpm 448nm 3400rpm 北米向け SUV 及びピックアップトラックに拡大採用された。1UGFE をベースにシリンダーブロックをアルミから中鉄製に変更して耐久性を向上させており、同時に排気量もアップさせている。排気量はランドローバーレンジローバーの4.6リットルを超えることが目標とされた。外観では低回転域のトルクを確保するための長い吸気感が特徴。 搭載車種 3UGFE206KW 5600RPM 430Nm 3400RPM 221KW 441Nm 搭載車種トヨタ自動車75年市生産技術、鋳造材質別鋳造技術の変遷補足解説、吸引鋳造技術の開発トヨタ自動車2018年3月28日 閲覧トヨタ自動車75年市技術、開発エンジン補足解説、V 型8気筒ガソリンエンジントヨタ自動車2018年3月28日、閲覧。ありがとうございます。